はい、こんにちは、こんばんは。キヤノンのデジタルポートプロフェッショナル、通称 DPP ですね、これでコンポジットをする手順ですね。これを今からやってみようと思います。これがあの DPP を開いた状態の画面です。左側にフォルダーですね、テックにありますけども、以前撮影した、2017年11月15日に撮影したスバルです。これ16枚あるんですけどね、55516ね、はい。まあこれ TIFF に変換させた画像です。これはね、ISO、25620秒、ペンタックス KP と反射望遠鏡の15センチの F5 LXT55 っていうので撮影したんですけども、これが1枚ものの画像です。まあ荒いですよね。拡大するとこんな感じですね。まあちょっとこうザラザラって感じですね。まあこれをコンポジットすると良くなっていくんで、まあその手順とどんな感じになるかやってみようと思います。それではですね、まずまあ開いたら1枚基準となる画像を選択します。この画像に上にずっと重ねていくよっていう画像ですね。でこの開いた時に、基準となる画像ですので、点ってなってるやつがいいですね。星が流れてる写真の上に重ねてもあまり意味がないので、汚くない、意味がないというか画質が悪くなっちゃうんで、画質、線になっちゃうんで、点ってなってる画像を重ねていく。でまあこの写真に重ねていくというので1枚基準を選びます。で選んだら、上のツール、メニューバーのツール、これをクリックしていただいて、その中の多重合成ツールを起動、これをクリックします。それとまあ別画面が開きまして、これにコンポジットするよと。でまあ、右の方を見ていただくと、合成する画像ってところ、画像を選択してくださいと、いうことでクリックすると、まあフォルダーの中の画像が出てきます。まあ、一番上に表示されているのが今表示されている画像ですね。この画像の上に次の画像2383を、まあ、これを重ねたいと。のでクリックしますと、すると明るくなっちゃいましたけども、これ合成方法ってところが加算になってます、デフォルトでは。それをまあクリックして、すると加算平均、加重平均、比較名、比較案と表示されるので、まあ加算平均今回はするので、加算平均をクリック。でまあ、1枚もに見えるんですけども、これ今重なってます。拡大、ダブルクリックで拡大するとちょっとまだ分かりにくいですけど、結構位置が合ってるってことですね。でここに位置合わせっていうカーソルがあるんですけども、これをクリックすると、まあ2枚ずれてるのが、2枚重なってるのが分かると。で一応これ大体合ってるように見えるんですけど、よく見ると若干このこっちの方が上かな。これを、まあ、こうクリックして、まあ、こんな感じで位置を手動で合わせていくのが DPP なんですが、これちょっとこうちょん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 と、こんなもんですかね。今この辺見てるんですけどね、なるべくこれちっちゃい星を見ながらの方が合いやすいかなと思います。で位置が合えば、まあ、これで続けて合成って押すんですけど、その時に今のこの選んだ画像がどれかを覚えておく方がいいですね。同じ、そうしないと
同じ画像をまた選択しちゃうとかいう可能性があるんで、この場合は23835を重ねてると、それの次続けて合成を押すとまた画像を選択してくださいと。で23835ですね今で、次の画像を選んでクリックと。待って、ちょっとバーッとしましたけど、これもちょっとずれてるってことですね。これでまた位置をこう合わせつつの作業になっていきます。これね、何枚かならいいんですけども、結構これずっとやってると目が疲れてくるんですよね。とりあえずこれで、ね、3枚目合いました。でまた覚えておいて23919で続けて合成で、で240003、これまたずれてますんで、まあこう調整すると、まあこれの繰り返しですね。はっきり言って目力がいります。これね、4枚とかならいいんですけど、何十枚ってやると結構疲れるんですよね。でまあこれで1が当たって、とりあえず今4枚やりましたけど、4枚でどのぐらい画質が良くなってるかちょっと見てみたいと思います。コンポジットが終われば名前をつけて保存をクリックしていただいて、まあここ4枚コンポジットとりあえずしときます。保存は TIFF16bit で保存しちゃってください。これはよくこの辺関係ないですけどね、なんで6万になってるのか、でとりあえず、保存と、はい、保存できたらもう閉じちゃってください。はい、で今できたのがこの4枚コンポジットです。で、これを開いてみます。まあこんな感じですけど、まあちょっとこれだけでは分かりにくいので、もう1枚ノーマル1枚ですね、重ねる前の画像をこれを1枚開きます。はい、そうすると、こっちが4枚コンポジット、こっちが1枚。まあこの感じでもパッと見分かりますけど、とりあえず拡大してみます。この辺り拡大します。よいしょ、はい、どうでしょうか。こっち4枚こっち1枚、全然違いますよね。この辺のこの声音の部分とかもこっちの方がはっきりと出てるのが分かると思います。うん、これがコンポジットの効果ですね。DPP ではこんな感じでコンポジットしています。それとですね、ちょっと事前に、これですね、事前にコンポジットした画像があるんですが、これを開きながらの、ちょっと待ってくださいね。これで、開きながらの、こう、コンポジットをこれで事前にちょっと16枚コンポジットした画像がここにありまして、これをちょっと並べて、見てみたいと思います。貼り付け、分かりやすいように16枚とコンポジットとしておきます。はい、これが1枚で、次にこれが4枚、これが16枚。これをちょっと拡大して、拡大と、こ
じでどうでしょうか。こういう感じかな。はい、はいはい、1枚、4枚、16枚、全然違いますよね。16枚までいくと、うん、だいぶこの滑らかになった感じですね。まあ、たくさんコンポジットするとその分画質が良くなると。ただまあ、あの16枚ですけど、うーん、そうですね、まあそのぐらいがいいのか。だいたい16枚ぐらいが画質コンポジットするのにいいんじゃないかななんて最近思ってるんですけども、あんまりこれやりすぎても14枚でしょ、16枚でしょ、4の事情で16枚、うん、さあ32枚やってもそんなにこの16枚と変わらないと思うんですよね、画質的には、うん、こんなに差が出ないんですよ。1枚から4枚差が出るけど16枚やってこれと。まあその辺またちょっとテストしてみますけども、うん、まあとにかくこんな感じで、DPP では処理できます、コンポジット。まあなので、これ僕もソフト買うときにですね、ソフトというかカメラを買って初めてこのソフト使ったんで、最初どうやるのかなとか何も分かんなかったんですけど、これ別にこのソフト売ってるらしいんですよ。普通にカメラが買うとついてるんですけど、普通に量販店とかで2500円ぐらいで売ってるとかいうのをよく聞くんですが、でも別にこれカメラ、キヤノンのカメラじゃなくても、別に iPhone で撮った写真でもいいし、うん、何でもいいんで TIFF とかJPEG 使えますんで、まあ他のカメラで撮った天体写真なりプライベートな旅行の写真でも、まあ、そんなコンポジットすることないでしょうけどね、あんまり星以外か固定撮影じゃないとね、うん、でまあ使っていただいたらこうやって画質が良くなるコンポジットができるというので、かなと思います。まあこれ手動なんですけど、最初僕もこれしか知らなかったしこのソフトしかなかったんであれなんですけど、コンポジット16枚とか32枚とか、あ、最高僕64枚ぐらいやったんですけども、そうやってられないですね、しんどくて疲れちゃうんで。別にこう一つの対象でしたらあれですけど、一晩に10個15個取るんで、そうなってくると、何百枚のコンポジットになってくるんで、もうそうなると大変なんですよ。なので今はステライメージの8を買って自動でコンポジットしてます、うん、ただまあ最初はね、ステライメージ8も3万円ぐらいしますんで、まあ、最初はこの DPP でやっていけばいいんじゃないかななんて思います、うん、でというかということで以上でになります。あと一応この以上でこの DPP で最初の頃はだいたい処理してたんですよ。これでもこのまあ、ホワイトバランスをこう、まあ、とりあえずやってみますけど、まあこう合わせてですね、これ合わない、ね、これちょっとこう合わない場合を手動で合わすと、このホワイトバランスをこう手動で合わせてあげると、こう、まあ、とりあえず大体でいっときますけども、これでトーンカーブをこうするだけで全然違いますよね。こ
こうして、でこうして、絞っていどうですかね、うん、これだけでももうなんかいい感じになってません、うん、この辺で色合いを調整するとか、結構これだけで最初僕画像処理してたんで、まあ画像処理は奥が深いですけど、まあ最初の頃はこれだけでも結構満足いく画像処理をしてた感じですよね。嬉しかったですよね、最初の頃。あ、自分でもこんなか撮れたんだみたいなね、まあなので、一度やってみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。